1917年のフィンランド上限浪員最初の議長であるペールスビンヒューが首相の座に就いた。フィンランドの独立は1917年12月6日のフィンランド独立宣言によりなされた。フィンランドは近世にスウェーデンフィンランドとしてスウェーデンの一州だった時代やロシア帝国と同君連合のフィンランド対抗国での自治時代を経て徐々に 民族主義が高揚し、やがて独立につながった。独立国としてのフィンランドは18世紀、現代のフィンランドにあたる地域がスウェーデン領だった時代に初めて言及された。1741年から1743年までのロシアスウェーデン戦争で、ロシアがフィンランドを占領した後、ロシアのエリザベータ女帝はフィンランドを独立させる曖昧な約束をした。 この約束により1742年にフィンランド王国建国の準備がなされ、フィン人たちはホルシュタインゴットルプコーペーターをフィンランド王に選出した。しかし、その後の政治的情勢によりフィンランド独立は立ち消えとなった。ヒュエカウス・エイ・ドトゥイスト作、1905年。この絵画はフィンランドのロシア化の象徴であり、フィンランドを表す。 スオミネイトがロシアを表す相当の足から法を守ろうとした。マルッティ・ハイキオ教授によると国が独立を宣言する前には国家意識やいくつかの組織が必要である。1809年、ロシア皇帝アレクサンドル・一世がポルボー議会で宣言したようにフィンランドが実地の対抗国として国の中の国に昇格した。この時からフィンランドの統治体は徐々に発展。 1863年からはフィンランド議会が定期的に召集された。1906年、一院正議会であるエドゥスクンタが成立、議員は普通選挙で選出された。ヨーロッパを席巻した民族主義はフィンランドでは国家意識の高揚という影響をもたらした。ユーハン・ルード・ビーグルーネ・ネベリト・エリアス・リョン・ロートは1830年代と1840年代に 理想化したフィンランド人とフィンランドの自然の継承を作り出した。またユーハン・ビルヘルム・スネルマンはフィンランドにおけるロマン主義とナショナリズムに関する議論の中心的人物であり、彼は教育においてスウェーデン語ではなくフィンランド語の使用を推進した。1901年、ロシアは新しい徴兵法でフィンランド軍を変えようとした。この新しい徴兵法では、 フィン人がフィンランドを守るだけではなく、すべての前線において、ロシアのために戦うことを義務だとした。フィンランドの抵抗は、大衆運動となり、兵士として的確なフィンランド人の内徴収に応じたのは、半分だけだった。フィンランドのロシア化の第二期、そして第一次世界大戦により、活動家で構成された、いくつかの組織が団結した。 ヤーカリリーケはまず志願兵200人を、次に1900人をドイツに派遣して、両兵の訓練を受けさせ、武装抵抗を準備した。1917年の2月革命と10月革命は、フィンランド大公国に望みを与えた。ロシア皇帝兼フィンランド大公ニコライ二世が、同年3月15日に対すると、ロシアとフィンランドの同訓連合は、法的基礎を失ったと見られた。また、 フィンランド当局は、ロシア臨時政府とも交渉した。ロシア臨時政府が批准した、ゴーヤンは、フィンランド議会で大きく変更され、最終的には、バルタラキとして成立した。フィンランド議会は、バルタラキで議会が外交と軍事を除く、立法権を握ると規定、また、議会の決議でしか解散されないとした。バルタラキが成立した時点では、ペトログラードの7月放棄により、 ロシア臨時政府が長く持たないと見られたが、結果的には臨時政府が勝利してバルタラキを否定、フィンランド議会を解散した。その後、フィンランドでは選挙が行われた。ロシア臨時政府が10月革命で敗れると、フィンランド議会は、フィンランドの憲法に基づき定員3名の接承委員会を成立した。フィンランド憲法における 摂政委員会の規定は1772年にスウェーデン王グスタフ3世の無血クーデターの後に制定された1772年スウェーデン憲法に基づくものであった。この規定では王家が断絶した場合の国王選挙を定めたが、フィンランドでは国王が空位の場合に議会が権力を持つと解釈された。しかし、フィンランドの社会主義者からの強い反対と、 ゼネストにより、さらに抜本的に手を打つ必要があったため、接種委員会が選出されることはなかった。1917年11月15日、ボリシェビキは、ロシア人権宣言で、全ロシア人民の完全分離を含む、民族自決権を認め、同日に、フィンランド議会が一時的に、フィンランドの主権を受け取るとの宣言を発した。しかし、 1772年スウェーデン憲法に基づく、規定はすでに支持を失い、フィンランドの知識層はずっと君主制と世襲貴族を過去のものとしてこき下ろしており、共和制の憲法を支持していた。ペール・エビンド・スヴィンフップドは、第一次、スヴィンフップド内閣を組閣、内閣は1917年11月27日に発足した。当面の急務は独立の達成であり、 内閣は12月4日に独立宣言案と共和制の制度案を議会に提出した。議会は12月6日に宣言を承認した。スビンフップとはすぐに、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、フランスに、フィンランドの独立を承認するよう求めた。しかし、諸国は、元の統治者であるロシアが宣言を承認するまで待つと、返答、ウラジーミルレーニンのボリシェビキ政府と交渉するよう、 求めたスんふっぷどうは、ボリシェビキをロシア政府として認めたくなかった上、ボリシェビキがすぐに倒れると考えたため交渉を開始したくなかった。議会は、ロシア政権議会からの承認を求めることにした。ドイツは、ロシアとの講和交渉の最中だったため、フィンランドにレーニンと人民委員会議と交渉するよう強く干渉した。一刻も早く、 ドイツによる承認を受けたかったこともあり、結局、スビンフップドは、レーニンとの交渉を開始した。12月31日、人民委員会議は、フィンランドの独立を承認する布告を出した。翌年1月4日には全ロシア中央、執行委員会に批准された。平民の間では生活の苦しみによる対立が悪化しており、やがて、フィンランド内戦の一員となった。 政府に必要な組織などは自治機に創設されており、その多くが名前を変更して業務を継続した。フィンランド銀行のタジ1は以前と全く同じであった。水先案内が軍事的に重要であったため、水先案内を業務とした国家水先案内所はロシア化の標的とされていた。1917年12月15日、国家公開評議会が発足。 水先案内の業務を引き継いだ。フィンランド王国を樹立する試みは失敗に終わり、1919年にはカール・ロイ・ホストールベリが初代フィンランド大統領に就任した。フィンランド共和国初の国会選挙は1919 19年3月に行われた。スオミネイトとフィンランドの国旗、1906年の絵葉書議会はいくつかの国旗案のうち、 青と白の旗を選び、新しく選出された。この国旗は1918年5月28日に、フィンランド国会議事堂に翻った。赤い背景に王冠付きのライオンというフィンランドの国章は、スウェーデン領時代以来ずっと使われてきた。一方、国家選びは、階級の差が現れた。保守派は、フレドリク・パーシウスと、ユーハン・ルードビー・グルーネベリによる、 が党の地を好んだが、労働者はラ・マルセイエーズやインターナショナルを歌っていた。シロマモル軍がフィンランド内戦に勝利すると、我らの地が国家に選ばれた。その後、議会は1919 19年にフィンランドを共和国と定める法案を通過させた。12月6日は後にフィンランド独立記念日としてフィンランドの祝日になった。2007年、 フィンランド独立宣言の90周年記念に5ユーロの記念コインが発行された。ありがとうございます。